トラゴは、現代自動車が2006年から販売している、大型トラックである。ヒュンダイニューパワートラックの後継車種にあたり、デザインは、現代自動車全州デザインセンターが担当した。トラゴは、トランズポートゴーフォーサクセスの略で、お客様に成功を祈願するという意味を持っている車、の意味である。2006年11月に発売して、ニューパワートラックのマイナーチェンジモデルであり、 ビトグップ車種に独自開発したトラックである。特に、大韓民国名品トラックというスローガンを構想したトラックで有名である。設計は、ニューパワートラックを同等にコピーして、内蔵及び外付けの変形させて設計した。競合車種はただダイウプリマ、ボルボ FM、スカニア R シリーズ、メルセデス、ベンツアクトロス、マントガ、イベコストラールリースなどがある。 2013年3月、後継車種のエクシエントが発表された。2006年11月から2010年10月2006年9月に,にニューパワートラックの後続モデルで、高度なモデルのバージョンで発売されたが8トン以上の大型トラック部門で現代車が純粋な独自技術で開発した初のモデルであり、3年間800億、ウォンの研究開発費が投入された。 軽く積載容量が大きい欧州型シャーシに変更しまた、キャップとサスペンションの改善を通じて、スーパートラックの端緒として指摘されて、乗り心地を向上させた。既存のスーパートラックに比べて、加速能力は9.4%、土板能力は2%改善した。また、燃費を7%向上させ、トラクターと24トン級ダンプトラックは当時、クラス最高の2年。 20万 km の無償保証期間を適用した。車種別モデル詳細モデル技術と性能エンジントランスミッション2010年10月から2013年9月、ニュートラゴ26トンカーゴ車、種別モデル詳細モデルエンジントランスミッション。2014年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月15日閲覧。ありがとうございます。